listening to Shibuya Cross FM。 住宅ローンの支払いが苦しい。そうだ、ペガサスに相談してみよう。年収を100万円上げて今よりも豊かな生活を手に入れたい。一般社団法人ペガサスでは住宅ローンのお悩みを解決し、計画的にゆとりを取り戻すお手伝いをいたします。心も暮らしも豊かに、一般社団法人ペガサス。お問い合わせ 03-5357-1925、 03-5357-1925 までお気軽にお電話ください。サブカルチャーレディオ耳ラジ、 MC キャミが渋谷クロス FM から今日も3大元気よくお届けしています。週末還元隊、耳のさんこんばんは。サザエさん症候群をハッピーサンデーに変えるサブカルチャーレディオ耳ラジ、いつ普通になってもお嬢様かんだね。はい、恋の魔法使い、あやめつべきこと MC キャミーです。はい、アシスタント MC の笑いのツボ浅めのハッピーガール平島優香です。イエイエイ。はい、ということでですね、2週目アシスタント MC として本日もミミナーさんへハッピーになる情報などをお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ゆうかちゃん、早速ハッシュタグが来てまして、はいはいはい、アシスタント MC 平島さん、初めての観覧です、はい、雨が降ってるのでレインポンチョで隠れてると思います。ハッピーハロウィン聞き耳です。とれきさんから来てます。ありがとうございます。はい、ということでね、耳ラジですが、今週のトークテーマは、はい、おすすめの芸術の秋。イエーイ。ねえ、はい、秋といえば芸術。いや、芸術の秋です ね、 ね、うん、私はですね、やっぱりこの秋は先週ご紹介した音楽映画のリ・ライトっていうのを見に行ったり、ミミラジにもですね、何回か出演してくださってるカノンプさんっていう方のね、生演奏のコンサートに行ってきたり、うんうん、芸術を大いに楽しんでるわけなんですが、ミミナさんは芸術の秋どんな秋ですか？ぜひハッシュタグミミラジとつけて教えてください。はい、お願いします。あ、何件かね、お便りが来てるんですね。アイクさん、芸術の秋か、てんてんてん、考える人。実はこう見えて美術館とか行くの好きなんだな、ニコ。個人的におすすめは江戸東京博物館。昔の日本橋があったり、当時を再現したジオラマがあったり、あとやっぱ火消しのまとい、火消しのまとい、うん、母方の先祖が火消しなので湧き上がる。すごい、すなんかね、ハッシュタグミミラジで、はいはい、まといっていうのもね、きちんと来てて、はいはい、これどういうのなんだろうね。約150センチのまといで、うん、なんか下にヒラヒラしたものがあって、火消しだから、うん、なんか消火、あ、なんか FE さんが乗ってますが、火を消すんですか、消火するんですか、こういう動きしてますけど、あ、火を消す、あ、火を消す、違う、違うということで、ちょっとまといについてね、詳しく調べたいなと思います。ちょっとごめんなさい、後で私も調べます。あともう一件来てて、うんうん、美術鑑賞が好きなので、いろんな美術館や展覧会に出かけています。もっとよく知るためにイヤホンガイドを借りることもあるのですが、好きな声優さんがナビゲーターだったりすると2倍楽しめるのでおすすめです、と来てますね。わかります。一回行ったらまたもう一回行きたくなっちゃうね。やっぱり芸術はね、2回3回と楽しんで、いろんなね、見方ができるのがいいところですよね。で、まだまだ皆さんの芸術の秋お待ちしています。はい、はい、この番組はファッション、アニメ、映画などのサブカルチャーをミミナさんへ発信、全世界の YouTuber、ライバー、エンターテイナーさんの応援番組です。スケジュールはゆうかちゃんから。はい、本日5時10分頃よりおしゃべりが楽しくなるゆうかのおしゃべり講座を聞き耳、そして5時15分頃からはエンターテイナーさんに聞き耳。本日のミミーさんは大木美穂さん、そして井上千優さんのお二人のお話を聞き耳します。はい、そしてエンディングにはミミラジなぞなぞがありますよ。じゃあ今日のミミラジなぞなぞいっちゃいましょうか。はい、ゆうかちゃんは今日答えられるのだろうか。はい、問題。絵を何度飾ってもすぐ処分されてしまう場所とはどこだ。絵を何度飾ってもすぐ処分されてしまう場所、
ごめんなさい、もう一回読んだだけでした。あの処分っていうよりかは、あ、絵を捨てちゃうんだなっていうのがヒントって言ったら意外とね、分かる人が多かったですね。ほうほうほう、絵を捨てちゃう場所、門掛け。ちょっと面白くないのでカットでお願いします。ごめんなさい、生放送でしたね。、はい、これね、意外とね、正解者の方たくさんいました。ほんとね、ラジュさん、アイクさん、絵、捨て、で、エステサロン。分かっちゃった。分かっちゃったー。で、絵文かけじゃありません。エステサロンでした。はい、エンディングにも謎々ありますので、ぜひノートでしていってください。リアルタイムの感想や質問は、ハッシュタグ、耳立ちとつけてつぶやいて、Twitter のトレンド、耳立ち狙っていきましょう。この番組は、一般社団法人ペガサス、総合探偵所、ガルデン中心横浜駅前、ミスター簡素千葉駅前店、シニア障害支援協会の提供でお送りします。それではオープニングはみんなの耳なじ耳ハピネスでスタートです。どうぞ。ありがとうございます。まといは屋根の上に乗って振るやつです。火事はここだって知らせるやつですね、簡単に言うと。なるほど、いや勉強になりますね。勉強になりました、ありがとうございます。みんなの皆さん。はい、それではですね、続いてのコーナーに参りたいと思います。はい、ということで、おしゃべりが楽しくなるゆうかのおしゃべり講座を、せーの、聞き耳。はい、このコーナーはイベント MC の優香が実践している MC やおしゃべりが上手になるかもなコツを耳ナーの皆さんに分かりやすくお伝えするコーナーです。ということで、新コーナーが始まりました。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、そんな優香ちゃんは、まあ、はいはい、MC のお姉さんということで、そうですね、いろんな場所でやってると思うんだけど、はい、どこでこの MC 力とかを学んだの？あ、でもなんかありがたいことに、学生の時からイベント MC とかはやらせていただいてて、もう各現場各現場でいろんなことを教えていただいたっていう感じです。うん、あ、そうか、じゃあ習ったわけじゃなくて現場で学んだんだね。そうですね、はい、じゃあなんで今回このコーナーやりたいなって思ったの？うん、あ、結構あちこちの現場で、まあ、ダンサーさんとかと一緒にお仕事することが多いんですけど、うん、なんかダンスしかやってきてないけど急に台本だけ渡されちゃって、どうしようどうしようっていうダンサーさんがすごく多くって、うん、で結構喋りっていうものに対して苦手意識がある方って普通の一般企業の方でも多いんだなっていう風に感じることも多くって、なのでなんかそういう喋ることっていうのが皆さんの中で楽しいことになったらいいなと思って、この企画をお願いしました。あ、楽しそう。はい、いやでもね、キャミーさんも最初からね、うん、すごいラジオ MC としてすごい上手だったとかって、うん、上手だった、うん、おしゃべり上手だったですかっていう、なんかね、スタッフのね、ひろみさんがね、いや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 ってやってるんですけど、まあ確かにね、私むしろ
最初からお話しするのは苦手で、はいはい、もう友達と喋ることも苦手だったんだけど、本当にこのラジオを始めて自分が好きなものって何かなとか、誰かが好きなものを一緒に交流できたら楽しいなって思って始めたら、自分の言葉で喋れるようになったっていう感じなので、今もまだ勉強中だね、喋ることについては。いやでもね、本当にそういうその過去はそんなに喋るのが得意じゃなくてなんていうのは全然想像できないですけどね。まだまだです、はい、なのでゆか先生、今日はお願いします。ぜひぜひ、じゃあキャミーちゃんと一緒に、ミミナーの皆さんも一緒にぜひぜひね、この企画楽しんでいただければと思います。ということでですね、本日のテーマは、うん、読むと話すの違いって何かなっていうところなんですけど、ミミナーの皆様どうですか。ちょっとそちらの皆様もわかります。わかります。読むと話すですね。読むと話す、意外とんってやってますね。意外と検索してみないと分かんなかったりすると思うんですけど、読むっていうのは文字で書かれたものを一字一字声に出して読むってことなんですね。言うってことなんですね、で話すっていうのは言葉で相手に伝えるっていう違いが、実はそうなんです。うんうんってね、言ってくださってますが、あるんです。ということでですね、じゃあ分かりやすくなんか例を挙げると、じゃあ皆さんこんにちは、ゆうかですっていうよくある自己紹介のワードを例にやってみましょう。じゃあちょっとキャミーちゃん、ミミナーさんを代表してお手伝いをお願いします。わかりました。はい、じゃあまずは皆さんこんにちは、キャミーですっていう台本を普通に自己紹介として読んでみていただいてもいいですか。はい、皆さんこんにちは、 MC キャミーです。あ、でも素敵な声ね、素敵な声ですよね。拍手が、拍手が上がっております。拍手が上がっております。そうなんです、素敵な声なんですけど、じゃあ今度は、今読んでいたものを目の前にたくさんのミミナーさんがいるってことを想像して、まあ、実際いらっしゃる皆様のことを思って話してみていただきたいなと思います。同じ台本でちょっと緊張しますね。ちょっとそうですね、心の準備していただいて、じゃあお願いします。皆さんこんにちは、 MC キャミーです。あ、口角が今ねちょっと上がったんです。え、本当？はい、今素敵なね、さらにさらに素敵なお顔が、さらに素敵なお顔に今なってたんです。はい、そういう風にねちょっとまた変えていきたいんですけど、じゃあ今度は今ミミナーさんに向けての、こんにちは、皆さんこんにちは、キャミーですだったのを、たくさんの子供たちがいると、わーいって走り回ってる子供たちに向かって、どういう風に伝えるかっていうところで、子供たちにじゃあ自己紹介していただいてもいいですか。はい、はい、お願いします。皆さんこんにちは、 MC キャミーです。かわいい、とりあえずかわいい。大丈夫ですか、伝わった。拍手もありがとうございます。すごいパチパチしちゃったラジオなのに、ごめんなさい。確かにちょっと忘れてた。そう、でもそれぐらい本当に、なんか笑顔もとても柔らかくなって、あとなんかちょっと意識されました。なんか子供たちって言われたので、できるだけあの聞きやすい声で、ちょっと高めの声でゆっくり喋ろうかなって思った。そうなんです、子供たちって結構人の話はあまり聞いていない時とかがね多いんですよね。もう自分で走り回ることで精一杯で、なのでゆっくり分かりやすく伝わるように伝えてあげるっていう、まあこういう風にね相手を想像するだけで、今実際子供たちいない、確かに、けど子供たちがいるって思うだけで言葉とか伝わり方ってこれだけ変わってくるんですね。そうなんです。ということで、なんかどうですか、ちょっと代表してキャミちゃんやっていただきましたけど。いや、なんかこれって、声優の現場でも同じで、今私は誰と会話してるんだろう、あの大人数と会話してるのか、もしくは1対1でそれが彼氏なのか、自分の子供なのかっていうところで表現の仕方が変わってくるのね。だからやっぱりその似てるなって、声で表現することってだから皆さんが普段会話するときに、子供に会話するとききっと優しい顔で会話してたり、なんかするのかなーって。だから私たちだけじゃないなって、こういう話すことの大切さっていうのを今すごい感じた。結構なんか会社とかでも、普段はパソコン作業でも例えばプレゼンとかね、お家に帰ったらご家庭でお話をしたりとかって、お話しする機会ってきっと皆さんにあるはずなので、なんかこうやって読むじゃなくて話すっていうことをちょっと意識してやってみたら、もっともっと話すことが楽しくなるんじゃないかなって、思っております。
いや面白いコーナーだね。これまた次回も楽しみだね。はい、ぜひ次回も楽しみにお願いします。そしてですね、うん、私個人的に実は MC イベント MC のワークショップっていうのも、うん、まあ、基本マンツーマンで開催をしておりますので、ぜひぜひ気になった方は私の公式の公式じゃないね、私の個人インスタグラム、公式あるんだ、公式だよ、さすがですね、平島優香になると公式インスタグラムがあります。間違えた、おつ、個人インスタグラム、個人インスタグラム、個人インスタグラムから、お問い合わせをお願いします。はい、ということでですね、あと、はい、あとは、はい、あと MC させていただいているニヤニヤっていう、はい、イベントもあるんですけども、そちらのイベントは ではですね、出演者も募集しております。次回は10月21日、2週間後わとかですかね。もうすぐですね。はい、もうすぐなので開催になります。ダンサーさん、シンガーさん、 YouTuber さんなど趣味の方からプロの方でも本当にその辺歩いてる方誰でも出られますので。そうなの？そうなんです。オーディションとかもございませんので、ぜひぜひね、皆さんふるってご参加ください。お問い合わせは公式インスタグラム、ツイッターにあるリットリンクよりお願いいたします。ということで皆様いかがでした？どうですか、みみなさん。いただいてます。楽しかったね。楽しかったです、うん、ありがとうございます。またもっともっとうまくおしゃべりできるようになるといいなと思うので、はい、私と一緒に学んでいきましょう。はい、次回もゆうかと楽しくおしゃべりしていきましょう。ということで以上、ゆうかのおしゃべり講座でした。はい、感想などもハッシュタグみみラジで募集しています。はい、この後はですね、なんとエンターテイナーさんに聞き耳のコーナーです。最初のミミィさんは大きいミホさんが登場しますよ。それでは1曲お聴きください。チャカラメルトで心の光、どうぞ。エンターテイナーに聞き耳。それでは本日のミミさんをご紹介します。大木美穂さんです。こんばんは。こんばんは。ショーアクターの大木美穂です。すごい緊張してるんですけど精一杯頑張りますので、今日はよろしくお願いします。美穂ちゃん、お耳がついてますね。ついてます。かわいい。そうなんです。それで言えばゆうかもついてますね。あ、そうなんです。こちら、ゆうかの自前お耳となっております。今日のミミィさんは耳つきということでね。はい。はい、今日はね、よろしくお願いします。お願いします。それではご一緒に本日のミミィさんに、せーの、キキミミ。ありがとうございます。はい、ということでですね、ショーアクターとして活動する大木美穂ちゃんですけども、まあ、エンターテインメントの業界を目指したきっかけとかってなんかあったりしますか？教えてください。きっかけが、うん、ちっちゃい時からバレエを習ってたんですけど、うん、そう、バレエをやるのにもきっかけがありまして、うん、そう、なんか私3歳
からバレエを始めたんですけど、ちっちゃい時に、ちっちゃい時から本当に可愛いものが好きで、プリキュアとかキラキラした宝石のおもちゃとかそういうのが大好きで、で、近くの家の近くのスタジオでバレエをこうやってるってことで、幼稚園の友達5人ぐらいかなと、お母さんに連れられて行って、そしたらお姉さんたちがすごい可愛いレオタードを着てて可愛いってなったのを覚えてないんですけど、お母さんからすごい着たそうにしてたから着せてもらったんだよって。そう、3歳からそのバレエのお姉さんが着てるものが可愛いって感性がすごい可愛い、もうだってね、もういるだけで可愛いですからね、美穂ちゃんね。確かに。それで、着たら脱いでって言われても脱がなかったんですって。もう可愛くて脱げなくて、ピンクのもうスカートのふわふわひらひらみたいな、もう可愛すぎてもう脱げなくて、でそれでお母さんがそのまま購入して私も入会したっていう経緯です。そうでした。お姫様になりたいって憧れが小さい頃からあったのかな。あったみたいです。あんまり覚えてないんですけど。その3歳からバレエをやってて、その後まあ、歌もピアノを習ってた関係で、音楽がすごい好きで、歌とかもやるようになって、歌うことと踊ることどっちが好きなのってお母さんに聞かれて、もうどっちも好きって、答えて、もうその頃からなんかきっとエンターテインメントに進むんだろうなって自分でも思ってて、それで大学生の時に大学も演劇の大学に通って、そうなんです。で初めてそこで芝居とかを学ぶんですけど、2年生の時にミュージカルコースかストレートプレイコースを選んでくださいっていう選択を迫られるんですね、こっちが。どっちがいいかなみたいな。ちなみにストレートプレイっていうのは、もうお芝居オンリーって感じですね、のみっていうやつなんですけど、でミュージカルコースに進もうか悩んでた時に、先生に大学の時の先生に、君はきっとミュージカルの方がキラキラしてていいんじゃないかみたいな。本当に喜劇の女優になれって言われたのが結構大きかったです。なんか悲劇をできる女優はたくさんいるけど、喜劇をできる女優は強いって言われて、悲劇は悲劇も兼ねるから悲劇ができる女優になりなさいって言われたのがきっかけで、でミュージカルに行こうって決めました。なんかさ、美穂ちゃんの肩書きが乙女戦士って書いてあったの。そうなんです。なんかそれもやっぱりそのキラキラしたものっていう感じで選んで、それが大学の、卒業公演の時に一人一人こう四字熟語をつけましょうみたいな時があって、機会があって、で私なんだろうってすごいドキドキしてたら、なんか乙女戦士ってきて、乙女戦士になる、友達がつけてくれたんですけど、なんかぴったり、本当ですか。乙女戦士を授かるにふさわしい。嬉しい。可愛いのに戦えるっていう、なんかそういう感じがあるかもしれない。本当にプリキュアとか大好きだったから、それ言われた時にもうめっちゃ嬉しくて、もうずっと乙女戦士で語っていこうと思って、そんなね、乙女戦士の美穂ちゃんですが、まあ小アクター歴もう3年、そうなんです、ね。で活動の中で自分は大切にしてることとかってあったりする？3年目になるんですけど、やっぱキャラクターをつかむのに本当に試行錯誤を繰り返してて、なんかいっぱい先輩から、そう、ゆうかさん先輩なんですけど、先輩なのね。私は後輩だとは思ってないんですけど、お友達って言って、お友達だと思ってる。いつもお友達って言ってくださって先輩方にこうちょっとずつアドバイスをもらったりとかして、なんかやっとキャラクターが確立、自分の中でその自分の個性も出しつつ、キャラクターを確立することが最近できてきてるのかなって思って。でもそれってすごい難しいよね。なんかキャラクターになりきるっていうお仕事だもんね、ショーアクターってね。はい、そうですね。あ、そうなんだ。はい、でもやっぱり
自分としてこう大木美穂として外に出るより何かこうキャラクターになって舞台に立つっていうことの方が本当に多かったので、結構今とか本当にめちゃくちゃ緊張してるんですけど今大木美穂まんまだもんね、大木美穂のまんまで出てるのでめっちゃ緊張してるんですけど、本当にキャラクターとして出る方が楽にこう舞台にみんなにこうみんなの前でやれるなって思ってます、美穂ちゃんはこれからそのなんかやっぱ活動としてなんかどんなことやっていきたいとかあったりする？どんなこと、いやでもその自分が本当に弱いなって思うので、うん、もう自分を出していきたいって思っています。へそか、自分に負けないで、はい、その向き合いたいみたいな。そうですね、結構自分なんか見た目にも結構コンプレックスあったりとかしてあんまり外に出れないというか、うん、なんで。あ、そうなんだ。そうなんです。なんかそうやってさ、自分のなんかあー辛いなーとかモチベーション的に下がっちゃったなーって思った時でどうやって回復するの？やっぱりアイドルがすごい笑顔が見れたアイドルが大好きで、ね、今日着てるこのワンピースも私が好きなアイドルが、アイドルのイコールラブの斉藤渚ちゃんっていう子が好きなんですけど、はい、はい、かわいいよねなーたんが実際に衣装で着てたワンピースで、もうこういうのをその持っていたりとか彼女のソロ曲を聴いたりとかして、うん、すごい頑張ってるし私も頑張ろうって思えますね。そういうことか。推し活は最強ですよね。最強ですね、本当に、ね、本当に、うん、なんかその自分の好きなものがあるからこそなんかその人を見習ってなんか自分も頑張ろうみたいな気持ちになれたり、うん、そうなんです、うん、本当にすごい心の底からの思いがすごいね伝わって、でもなんか今あでなんかトークテーマがね芸術の秋なんだけど、うんうん、そうですね、うん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 、みょうちゃんはなんかどういうものに芸術を感じたりするの？やっぱり小さい時から歌って踊ることが大好きで、うん、イコールミュージカル、あミュージカルが本当に好きで、うん、舞台にしても映画にしても結構ミュージカル作品を見ることが多くて、うんうん、でミュージカルを見て自分のモチベーションにもつながるし、うんうん、リフレッシュにもなるから、うん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 、芸術の秋、私は今年も舞台とか映画でミュージカルをこう鑑賞して、うんうん、芸術を堪能したいなって思ってます。でももちろんきっとさそのさミュージカルとか見たものを多分吸収して、うん、それを多分自分のお仕事にこれからも生かしてるんじゃないかなってすごい感じる。本当ですか、そうなってたら、うん、嬉しいなって思います、うん、ねえ、なんかまだまだね実はなんか美穂ちゃんコスプレもやってたりとかでもう聞きたい話もたくさんあるんですけどはい、はい、なんか何コスプレってどんなことやるの？それがお姉ちゃんがすごくコスプレが好きで、うんうん、お姉ちゃんの影響がすごくて、うん、で、まあ、今年もディズニーハロウィンが行われるので、はいはい、うん、行こうねっていう話をしてるんですけど、うん、そう、お姉ちゃんの影響を受けて私も一緒にやりたいなと思って、はい、じゃあこの後ですねちょっと楽曲を流しながらちょっとどんなコスプレしてるのかなっていうのをね見せちゃおうかななんて思います、はいはい、ということでね、みほちゃん今日はお話たくさん聞かせてくれてありがとうございます。ありがとうございます。この後もね、コーナーでちょっと参加してもらうのでね、はい、じゃあちょっとみほちゃんのコスプレどんなのでしょうか見てみてください。楽曲はメルヘンパレードで、どうぞ。みんな消えちゃう
サブカルチャーレディオキミラジ、渋谷クロス FM から3倍元気よく放送中。はい、エンターテイナーさんに聞き耳ということで、続いてのゲストさんをご紹介します。井上千優さんです。こんばんは。こんばんは。女優の井上千優です。今日は初めてのラジオ出演で、うん、生放送でとっても緊張してるんですけど、ラジオとっても好きなので楽しみに来ました。今日はよろしくお願いします。そんな千優ちゃんは今日は白猫耳で登場してくださって、白で、黒、ピンクで、白でつけさせていただきました。なんか3姉妹みたいだね。確かにみんな仲良さそうなイメージはい、じゃあ早速ね、じゃあこちらのコーナー参りましょう。それではご一緒に本日のミミィさんに、せーの、聞き耳。はい、ということでですね、女優として活動する井上千優さんなんですけど、なんかエンターテインメント業界を目指したきっかけあったりしますか？そうですね、私は小さい時からもうテレビが大好きなテレビっ子で、もういろんなテレビ、もうバラエティとか通販番組とかもう全部見てたんですけど、まあ、その中でもやっぱドラマ、いろんなたくさんドラマ見てて、で見ていくうちにどんどん好きな役者さんとかが出てくるんですけど、その方をどんどん調べていくと舞台で活躍されている方がとっても多かったんですね。でそこから、あ、舞台ってすごいのかな、ちょっと見てみようかなって思ったのがきっかけで、今は舞台の世界でお仕事をさせていただいてます。そうなんだね、はい、またなんか舞台の世界って、まね、テレビとは違くって、なんだろう、生で表現しなきゃいけないっていう大変さもあったりするよね。どっちも素敵なんですけど、うん、じゃあいざ自分がまずどっちやろうってなった時に、あ、舞台やりたいっていう、こういろんな役者さんがもう舞台に立ってるのを見ちゃってるんで、うんうん、私も舞台やりたいって思って、うん、この世界に入って、はい、すごい、うんかうん、ね、実は涼子ちゃんと千代ちゃんは、はい、同じ大学の同期、大学じゃないか、職場の同期、職場の同期、はい、同期で今も、ね、はい、ね、一緒にいて、そうなんです、こういう空気感です、ね、仲良しな感じなんですが、なんか、はい、その涼子ちゃんから見た千代ちゃんって、うん、なんかお、うん、第一印象ってどうだった？第一印象、うん、すごいしっかりしたお姉さん、はい、あー、同期なのにしっかりしたお姉さん、すごいしっかりしたお姉さんって感じでした、うんうん、今もですけど、うん、逆に、うん、まあ、年齢はちょっとね、優香の方が下なんで、うんうん、で、結構ね、元気な、すごいふわふわした子が同期になったなって思ったんですけど、うん、でもすっごいしっかりしてるところもあって、うんうんうん、で私はしっかり見られるんですけど、実は全然しっかりしてないところもいっぱいあって、うん、それをすごく助けてもらってます。助け合ってね、助け合ってね、生きてるんだね、うん、税金関係の話だけ私詳しいんでそこだけちょっと助け合ってやってます。めちゃめちゃ笑ってますよそうちょっと税金関係抜けてるところがあって、それ以外はしっかりしてるまあいいか、じゃあ税金関係の話はいいよ、ね、ちゆちゃんのね話をねいっぱい聞いていきたいなと思うんですけど、はい、やっぱじゃあちゆちゃんはそういう女優とかね、いろんな活動されてる中で自分の中で大切にしてることとかってあったりするの？うん、そうですね、まあ、これは私が、まあ、大学の時にもう舞台を勉強してた時の先生からもういただいた言葉なんですけど、うん、まあ、大切にしてることは、こう舞台っていわば大きな嘘になるんだけど、その舞台の中でやっていることに絶対嘘をついちゃいけないよっていう風に言われたんですよね、うん、でそれこそやっぱりエンターテインメントだったり舞台とかっていつもの日常とはまた違うところで見に行って、うん、いろんな楽しさだったりいろんな元気もらったりっていう、うん、その場所では、まあ、たとえ現実の日常じゃなくてもそこで出てる私だったりっていう、私たちは嘘なく本当に全力で楽しませてあげたり、自分も楽しんだりすることでお客さんも楽しむことができるから、絶対嘘はついちゃダメって言われたのはずっと心に残ってて、今もすごく大事にしている言葉です。いや、めちゃくちゃ深くない？うん、ちゃんと勉強になりました、今聞き入っちゃった普通に私も、うん、なんかそういう一つ自分の中で言葉があると、うん、なんかそれをちゃんとスーッとやるから、なんかうまく表現できそうな気がする。
そうです、なんか何かこう、うん、ちょっと悩んだりとか、うん、まあ、やっぱりいろいろ続けていくと悩むこととかあるんですけど、そういう時にやっぱり立ち返ってこう思い出して、あ、じゃあやっぱりこうしようってなる時の真ん中にある言葉ですね。嘘なく表現するっていう言葉さ、もうだからその自分ではない他人になった時に、うん、もうその他人になりきって、もうその人は嘘じゃないから、その人を演じることだって、うん、なんか表現するっていうイメージだよね。うん、そうですね。だとはあとはなんかちょっと、うん、この気持ちってどういう気持ちなんだろうっていうふうに悩んだりとかの時に、うんうん、こうなんていうんですかね、その演出家さんだったりとかこう話し合う中で、うん、そういう時に変に、でもこれはなんかこうやればいいんでしょみたいに引いたらもうダメだと思って、そこでこう、じゃあこういう気持ちっていうのは自分なんか、じゃあ一歩引かずに、じゃあ私こう思うんですけどどうですかっていう風にこう一歩こうお互い作り合っていくっていう、その一歩踏み出す時にもすごく大事にしてます。めっちゃいい女優じゃない、うん、いや本当にやっぱり、うん、すごいです、ちゆは、ねえ、うん、ありがとうございます。もうすごい、もうそういう舞台を見てみたくなっちゃった、ちゆちゃんがやってる舞台っていうのを。嬉しいです、ぜひ見てほしいです、ね、今後もだから舞台とかそういうねものがあったら、そうですね、うん、ぜひちょっと一応今年の出演はないんですけれども、これから活動していくので、で SNS はインスタグラムだったりツイッターもやっているので、そちらを見ていただければいいなと思っております。わー、はい、ね、チェックしないと、はい、ぜひちゆちゃんはこれからなんかどんな活動したいとか、どんな夢があったりするの、うん、そうですね、で私最初に言ったみたいに、あのテレビっ子でいろんなテレビ見てたんですけど、うん、まあ、今もそれは続いてて、で特にあの教育番組とかを見るのがすごい好きなんですね、うんうん、で未だにこうお母さんと一緒とか、うん、そういうのを見て元気もらってたりするの でやっぱりエンターテインメントで活動して、まあ、お芝居とかダンスもやってるんですけど、うん、そういった中で教育番組だったりファミリーコンサートとか、うん、テレビもそうですし、それがこうやっぱり舞台でいろんな各地であのお子さんとかとファミリーで触れ合ったりっていう場があるので、うん、そういうところに関われたらいいなとはずっと思って今も活動してます、うん、いや、これからもしかしたらテレビでね、ちゆちゃんを見る機会があるかもしれないですよ、ね、楽しみです ね、はい、今のうちサインもらっとかないと、もらっとかなきゃ、はい、帰ってきます、練習しますまずね、じゃあね、ちゆちゃんのね活動を応援したいなと思うんですが、まあ、あの今週のトークテーマが、はい、芸術の秋、おち、ね、ちゆちゃんの芸術のおすすめの秋は何ですか、はい、私のおすすめの芸術の秋は、まあ、芸術ということで私美術館に行くことも好きなんですね。の中でちょっと気になっているのが、ちょうど昨日から立川にあるプレイミュージアムっていう美術館で、私のとても好きな絵本作家のジュナイダさんっていう方の企画展が始まるんですけれど、でもともとその美術館に行くのもすごい好きで、で立川なんですけど、美術館とその周りの施設もあの素敵なカフェがあったりとかお店があって、すごい素敵な場所で、さらに私の好きな絵本作家さんの作品がもう美術館もう一体となって、美術館にあるカフェとかでもコラボメニューとかが販売されたりするらしくて、もうすっごい楽しみで、もうこれから楽しみでもう行こうと思ってます、ね、ちょっと今絵本とか好きだなとか、そういうなんか美術館行きたいなって方、ぜひぜひねチェックしてもらえたら、はい、タイムリーだし ね、そうですね、これから行けるっていうことで、わー、なんかね芸術の秋、皆さんもね楽しんでいただけたら嬉しいななんて思います。ちゆちゃん、今日はお話たくさん聞かせてくれてありがとうございます、はい、ありがとうございます。この後ね、耳ラジチャレンジっていうコーナーがあるんだけど、ちゆちゃんも参加してくれますか。ぜひ参加させていただきたいです、はい、はい、それではですね、1曲の後、耳立ちチャレンジを聞き耳のコーナー行きたいと思います。お聴きください、あやめつばきでイカ焼きソング。お腹すいたな、ねえ何か食べようか。そうだ、イカ焼きにしようよ。美味しくってお腹いっぱいになってすぐにできて、種類もいっぱいあるよ。しかもめちゃくちゃ安いんだから。でもイカ焼きって知ってる？
パママそれからあたし、みんな大好きイカ焼き、これで決まりだね。いつでも出来たておいしいよ、イカイカイカ焼き。カップラーメン3分間、イカ焼きたったの60秒、ここしかないよ。はい、引き続き MC キャミーとアシスタントのキュウカ、それから大木美穂さん、井上千恵さんのトークを聞き耳します。あのですね、ハッシュタグで耳つき耳さんかわいいって来てます。やったー、嬉しい。にゃんにゃん、なんか嬉しいね、耳ラジでみんな耳つけてくれると。ハロウィン感もあって、あ、そうですね、そうですよね、楽しめますね、うん、私なんて尻尾までついてます。あ、ほんとだ、一人で。そう、ごめんなさい、ちょっと私だけなんですけど。はい、それではですね、こちらのコーナー参りたいと思います。皆さんご一緒に耳ラジチャレンジを、せーの、聞き耳。聞き耳、ありがとうございます。はい、今日はですね、まあ MC、女優、ショーアクターと、ね、ラジオパーソナリティと、みんな声を使うお仕事の方が集まってるということで、こんなコーナーやってみたいなと思います。早口言葉を耳ラジチャレンジ。イエーイ。はい、ちなみにお二人は早口言葉は得意ですか？得意じゃあ得意なんですけど、でももう潔く噛むときは噛みます、はい、一応ね、一応得意だけどもみたいなね、うん、ありますよね、うん、リホちゃんは？私も噛みますけど得意って言ってます、ね、これ得意なの？大丈夫かな？さっき練習してるときすごく饒舌に言ってましたよ。じゃあちょっとあのお手本に得意な早口言葉をまず披露していただきたいなと思うんで、はい、ちゆちゃんから、はい、お願いします。きます。東京特許許可局、東京特許許可局、あ、東京特許、あ、でで今何も言ってないです私。はい、何も言ってないですね。ちゆちゃん、お願いします。東京特許許可局、東京特許許可局、東京特許許可局。おー、今の見ました。これでちゆちゃんは得意です、うん、特技です。強い、ほんまに。続いてみほちゃん、お願いします。右目右耳右耳右目右目右耳右耳右耳右目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 。おー、すごい、強い。耳にちなみ、すごい。なんか喋る時のトーンがまた違って、うんうん、いや良いですね、可愛い声。ちょっと素敵、放送をやってたのでねナレーションで、ナレーションっぽくなっちゃいます、うん、じゃあ早速なんですが、はい、炙りカルビゲームというのをやってみたいと思います。よいしょよいしょよいしょ。じゃあゆうかちゃんから説明お願いします。はい、炙りかぶりあら炙りカルビゲームのルール説明します。ですね、炙りカルビを順番に行って隣の人に回します。次の人は前の人より1回多く炙りカルビを言ってまた隣に回します。なので1人目が炙りカルビ、違う、1人目が炙りカルビって言ったら2人目が炙りカルビ、炙りカルビって言います。そして3人目が炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビって3回言いますっていうのをひたすら繰り返していって、噛んでしまったり言う回数を間違えてしまったらそこでストップです。で、時間内に何回回せるかをちょっとね、この4人で挑戦してみたいと思います。はい、はい、時間はですね、制限時間は1分です。おー、1分内で何回言えるかチャレンジしたいんですが、目標回数決めましょう、6万回ぐらい。お1分なんでね、1分なんでエンディングまでずっとアブリカルビ、はい、でも6万回は無理なんで、どうしますか、2周回って8回。じゃあ8回やれるようにやっていきたいなと思います。はい、ミミナーさんも一緒にいきますよ。それではアフリカルビゲームのスタートは、じゃあちゆちゃんから待ってく、はい、じゃあちゆちゃん、みほちゃんで行きましょう、はい、それではスタート。アフリカルビ、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 アフリ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まだ時間あります。もう一回行ってみましょう。1回からでいいですか？じゃあ1回からで。アフリカルビ、
炙りカルビ、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 はっ、はっ、おいしそう、おいしそう、7回ということでね、これね、ちゆちゃん発案なんですよ。そうなんです、 ですよね。早口言葉ならできますって言って、ね、すごいドヤ顔で、ゆうか、炙りカルビゲームっていうのがあるんだよって言って、そう発音してくれたんだけど、そうなんです。ちゆちゃん、またちょっと挑戦しに来てもらっていいですかね。そうですね、うん、今度挑戦者として、はい、一から修行してきます。はい、お待ちしてます。はい、ということでね、もうエンディングなんですが、ちゆちゃん今日いかがでした？あ、もうとっても楽しくてあっという間でした。あ、よかった。ね、はい、SNS もやってるので、ちゆちゃんのこと気になったよって方、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、ありがとうございました。そしてみほちゃんもね、初ラジオどうでしたか？すっごい緊張したんですけど、うん、お二人がめちゃくちゃ優しい眼差しで、うん、見守ってくれたのでなんとかやれました。すごく楽しかったです。ありがとうございました。ね、また今度コスプレの話とかもしたいね。はい、したいです。ぜひまたお願いします。はい、はい、ということでね、本日の放送は10月23日日曜日にアーカイブが公開されます。サブカルチャーレディオ耳ラジのツイッター、インスタグラムからも告知を行いますので、フォローよろしくお願いします。みほちゃんもSNS はやられてるのかな？あ、はい、やってます。ちょっと今鍵かかっちゃってるんですけど今後外していきたいなと思ってるので、ぜひお願いします。はい、ぜひチェックしてみてください。はい、そしてあやめつばきから告知があります。私、ライビューアクト第3期で天音美桜役で出演中です。毎週月曜日深夜の1時、千葉テレビで放送されてます。気になる方、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、そして来週の耳ラジもアシスタント MC と新感覚朗読劇影ドラマをお届けします。ぜひ窓際にも遊びに来てもらえたら嬉しいなと思っています。はい、それではここからはですね、毎週やってる耳ラジなぞなぞのお時間なんですが、お二人はなぞなぞは得意ですか？私はさっき前回のやつはすぐ分かりました。え、本当ですか？あ、じゃあこれはいけるかも、強いかもしれない。強い、柔らかい頭がじゃあ耳なさんも一緒に考えてみてください。問題、昼間が寝ている森ってどんな森？昼間？はい、昼間は、あー、こちらですね。答え合わせは来週10月16日日曜日、渋谷で5時となっております。ぜひぜひね、チェックしてみてください。はい、1週間考えてみて、もし分かったら教えてね。はい、で、今日もね、ハッシュタグもたくさんありがとうございます。ね、早口言葉、お見事とかね、来てますよ、井上さん、早口言葉、お見事って。ありがとうございます。大木さんも早口言葉、お見事って言ってます。おー、ね、ゆかちゃん、得意な早口言葉はやってみますか？やって、あ、じゃあ、赤巻紙、赤巻紙、青巻紙、黄まび紙、赤巻巻、黄巻巻、ちょっと待って、カットでお願いします。はい、ということで、いや、なんかすごいなゆうか、全然言えなかったけど、でも、炙りカルビゲームはすごいちゃんと貢献していたっていう、イエーイちょっとわかんないね、本当にね、楽しい時間、今日はありがとうございました。この番組は一般社団法人ペガサス、総合探偵所ガルエージェンシー横浜駅前、ミスター元祖千葉駅前店、シニア障害支援協会の提供でお送りしました。エンタメ応援したいスポンサーさんも随時募集中です。ということで、今日はちゆちゃん、みほちゃん、ご出演いただいてありがとうございます。ありがとうございました。はい、本日はカラバイン、お耳のキャミーと、はい、アシスタント MC、もう一回いきます、アシスタント MC の平島優香でした。ゲストにはショーアクターの大木美穂さん、そして女優の井上千優さんをお迎えしました。今日どうした MC 陣、カミカミだぞはい、それでは皆さんご一緒に週末探検隊の耳のあさん、来週の日曜日の夕方がちは、せーの、聞き耳